はい、アルメニアンダンスですね、この3曲目にあたる、このゆっくりとした、コラル的なフレーズなんですけれども、このアルフレッド・リードという方は非常にこう面白いオーケストレーションというのを、使って、音楽を作られています。もう世界中で、吹奏楽をやっている人の中で知らない人はいないというようなこの有名な作品なんですけれども、この作品のコラールの面白さは、実はどのパートにもメロディーが存在するというですね、通常メロディーがあって、それにオブリガート、副主旋律、それに伴奏系の和声、そして低音部の通奏低音、こういう形で音楽というのは構成されていくんですけれども、このアルフレッド・リードという方は、低音域の通常のいわゆるこうハーモニーの一部になる、または部分をメロディー化した形で音を重ねていくというような、そういうオーケストレーションを使われていますので、普段メロディーを演奏しないパートの子たちが、歌心を持ってメロディーを感じながら全員で音楽を感じることができるという、非常にこうこれは全員が主役になれる曲というふうなことで、アルメニアンダンスのこの部分を使ってコラールトレーニングをしています。